どうもはつむです。急に撮るじゃん。今日はね土曜日なんですけども、以前購入して動画でご紹介させていただいたカリーさんっていうアーティストさん、なんて言うんだろう、一緒じゃん。アーティストさんがいらっしゃるんですけども、大阪で活動されてる方なんですけど、今回東京に個展でいらっしゃってるということで、動画上げた後にカリーさんから直接ご連絡いただいたんですよ。お眼鏡は言ったと思うんだけど、そのタイミングでお会いしようかなと思っていたので、ちょっと今回、ここは今表参道なんですけど明治神宮前に向かっております。はい、ということで、はい、明治神宮前原宿ですかね、到着しました。はい、はい、すごいカフェとかいっぱいある。こちらですね。おお、地下なんですね。おえー、ちょっとドキドキですね。ドキするね。先行く？あ、めぐさん先行くじゃん。はい、転んだらもういいよ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、あ、じゃあ大丈夫ですか。はじめまして。撮ってます。急に緊張してます。あ、本当ですか。僕も準備してるやつ見てました。恥ずかしい。なんか。いや。頑張ってしない手に。よろしくお願いします。ありがとうございます。はじめと申します。はい。関根です。女の子に告白しに行って、はい、振られて帰ってくるっていう。まあその人の一日の出来事を書いてるんですが、でもまあガジュマル君というのがちょこちょこ、はい、今までもちょっと絵に出したりもしてたんですけど、まあその友達っていうのを今回作って、それ以外は今回初めて、はい、今回初めて出して、そうなんですよ。まあちょっと可愛い感じなんですけど、まあ一応まあコロナでちょっと距離置くみたいな、はい、今感じになってるんで、まあなんか寄り添うみたいなのをテーマに、まあこのちょっと振られるっていう出来事で、まあ、振られたけどまたしゃあないよねみたいな感じで仲間になる。これは結構ね、いろんなタッチも何回もちょっとやり直して。何回ももうちょっとアウトラインぼかした方がいいかな、なんかちょっとボケたとかちゃんと書かへんみたいな感じのものを今作りたくて、だからノーボーダーとかほんまにきっちりそうですよね、色にとってとかってなんか意味とかは割とノーボーダーも、まあボーダー着てるキャラが、まあ、いいもんも悪いもん仏教はないっていう感じで、まあ、並んであるという感じが面白いなとかっていうイメージですかね。はい、これはねちょっと花買いに行く途中に、まあ、ちょっとこう、バーガーショップやって、はい、でここで花を買ってみんなで告白しに行って、なるほど、ここで振られるっていう。でも帰ってきて、まあ、しょうがないよなみたいな感じで。これがもう帰ってきた後ってことですか。あ、これ行く前ですね。あ、これ行く前。行く前にちょっと格好つけてるみたいな感じです。やったろかいみたいな。ああ、なるほど。そうですね。ちょっとヒップホップ的な。そうですね。ちょっと80ぐらいの。まあこれ花買いに行って、今からじゃあよし、おのおの行こう。ああ。どうしよう。花持って帰ってきて。そうそうそう、もう花持って帰ってきて。なるほど。へえ、面白いな。ちょっと色味飛んじゃってるかもしれない。今日は